はいどうも、ガンナオチャンネルガンプラ大好きダンサーナオトです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、本日はフィギュア開封動画になるんですが、本日開封するのはまずはこちら、ズズン来た一番くじドラゴンボールスナップコレクションラストワン賞のご飯くんと、そして次はこちら、ズズン一番くじドラゴンヒストリーの新章悟空 VS フリーザーを開封していこうと思います。やったー。そしてプラスこちら、師匠に買ってもらったこちらの造形展開一武道会の悟空も開封しようと思います。やったぜ、嬉しい。はい、こちらのですね、まずはご飯くんですよね。先日ブラショに行ったローマンユー福井店さんの方でね、購入してきました。嬉しいぜ、これめっちゃ欲しかったんですよね。もうやばそう。はい、でこちらの師匠は、それよりも前に行ったですね、お宝発見一宮店さんの方で購入してきました。やったぜ。これもね、楽しみなんですよ。ちょっと画角に収まらないですけど、このフリーザのこの顔をね、見てみたい。はい、でこちらはローマンユー福井店さんの方でね、師匠がサプライズで買ってくれた造形展開一武道会の悟空ですよ。これもめっちゃ楽しみなんですよ。はい、今日はね、まとめてこの3体をね、開封しようと思います。それでは行きます。カーイーフーウーヘアー。はい、3体とも開封することができました。やったー、やーばー、どれもすごいんやけど。いやーもう、まあ特にまあこのご飯くんなんやけど、ちょっとそこにはまずは触れずに、先にこっちから行こう。はい、こちら、ドラゴンヒストリー師匠の悟空 VS フリーザでーす。どうですか？いやー、この悟空の顔も最高。これどうですか？ちょっとぼやけちゃうけど、こうでいいかな？いやー、このガブッとかぶりついてる顔ですよね。うんっていう。ちょっとコミカルな感じ。はい。で、フリーザさんですよ。どうでしょうか？この、いたーってしてる顔。やば。めっちゃいい、これ。すげえいいわ。で、このね、この足がまたいいですよね。この、ちょっとご飯くんが後ろにいると見にくいかもですけど、この足ですよ。この痛さを、ウィーって表現してる足。すご。いやー、これいいな。台座こんな感じですよ。ちょっと丸っこくなってます。飾りやすい、これは。すごいな。後ろ見てみよう。はい。もういろんなとこで開封はね、されてるかもですけど、あ、こんな感じで一応支えられてるんや、クリアパーツで。なるほどね。へえ。いやー、ほんまこれもいいなー。すごくいい。この顔最高やな。はい、じゃあちょっと後ろ置いといて。で、次はちょっと先にもうこっちかな。はい。これ、師匠に買ってもらった造形展開一武道会の悟空ですよ、この構え。これね、よく普段から僕言うんですけど、孫悟空フェスの方はね、僕持ってるんですけど、展開一武道会の方はね、造形展開一武道会の方は、初ゲットです。はい。嬉しい。このサイズはね、孫悟空フェスの方が大きいんですよ。はい、ちょっと小ぶりです、造形展開一武道会の方は。ただこっちはこっちでほんとかっこいいんですよね。いやー、どうでしょうか。ちょっと簡単な見せ方になっちゃって申し訳ないんですが。いやー、かっこいいな。やっぱこうやな。いや、かっこいい。孫悟空フェスとも比べてみたいけど。後でしてみようかな。いやー、いいですね。さあ、そしてこちらですよ。ラストワン賞のご飯くん。ちょっと持つのが怖いぐらいなんやけど。どうですか？わ、見せにくいぞ。大きくて。はい。この上のご飯くんもね、ほんといいんですよね。いやー、素晴らしい。ちょっと画角変えましょうか。見やすいように。はい。ちょっとね、画角の方を少し上に上げました。これで見やすいかな？どうでしょうか？いやー、ご飯くん、これめっちゃいいな。あの、ドラゴンボール Z のね、もう皆さんご存知ですけど、あのエンディングの最後に出てくる、はのとこの、ご飯くんですよ。で、これ、シェンロンですよね。これシェンロンでいいんですよね。シェンロンじゃないんかな？シェンロンよね？シェンロン。
そこ不確定で申し訳ございません。僕はシェンロンやと思ってます。はい。目もでか、すっげえでかいんよな。でこのね、ひげがちょっとね、気持ち柔らかいパーツ。ただ気をつけないとこれは折っちゃうからな。横、はい、こんな感じです。雲のグラデーションもいいですね。はい、後ろ、後ろこうね。どうなんでしょうか、これ。すご、この鱗もすごいな。もうほんまにこれはもうめちゃくちゃ嬉しいわ。絶対こんなん必要やん。必要やんって知るかやけど。うわー、これは飾りがいがあるな。ちょっとごめんなさいね、見せにくくて。後で手持ちで全て撮りますね。はい、やったぜ。はい、この3体ともゲットできて嬉しいです。やったー。はい、本日はですね、最近ね、ゲットしたフィギュアを一気に3つ開封したんですけど、どれもすごくね、いいフィギュアで、もうテンションマックスです。はい、もう本当にこの悟空もそうですし、悟空 VS フリーザもめちゃくちゃいいし、でやっぱ特にこれですよね、ラストワンショーのゴハン君。
これはほんますごいな。何回も言うっていう。いや、これはやっぱ買ってよかったですね、思い切って。はい、またね、今後もこういった開封動画もね、上げていきますし、ブラショ動画ね、どんどん上げていこうと思ってます。で、また年末にはですね、今年買ったフィギュアで良かったフィギュアベスト10的な感じのことをね、したいなと思ってますんで、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい。で、簡単なレビューでしたけど、良かったよって方がおられましたら、グッドボタンも押していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい。それでは本日の動画は以上になります。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。それじゃまたね。バイバーイ。やったー。